そう、あとでまた残りの何人か送りますね。あと何人に送ってないかな。ドラエグ、うん、今頑張ってるやつがあって、それのどこまで20も送ってないかも。15人ぐらい送りました。また送ります。ハルピョン、天原市海岸行ったことありますか？あります。うん、あるはずある。いや多分あんまなんか曖昧な話を言うとパパからまで、あ、行ったことあるよみたいな LINE 来る。やめよう。バナナマンのせっかくグルメで出てた糸商っていうお店に行ったことありますか？めっちゃ美味しそうすぎます。行きました。やばいですよ、本当に美味しい。行きましたっていうか、もう何回も、もう行き過ぎてるみたいな感じ。でも大好きなの私。そうだからみんなあんまり行かないで、行けなくなっちゃうから私が行列並びたくない人間なんで、行けなくなっちゃうから行かないでくださいはい、お願いします。すごい触覚うねってる。まあいいか。行かないでください、お願いします。いやでももともと結構割とすごい人気店だったので、別に紹介しなくても人気みたい。今テレビでドボンコンサート、あ、そう、今日が再放送の日で、また今度一緒に見よう配信をするつもりなので録画してくださいっていうのを忘れました、すいませんごめんなさい。まあ頑張って頑張って今から録画してください。なんか美味しいデザート食べたくなってきた、急に。めっちゃ急めっちゃ急に、うん、今日はみかんを食べました。いいね。目の前にエクレアあるけどチョコでした。あー食べれません、ありがとう、ごめんなさい、ごちそうさま食べれません、すいません、ありがとう、ごめんなさい、ごちそうさま。今日はお昼ネギシ牛タンを食べました。最高、いいね。私はハンバーグハンバーグも最高でしたね、ごちそうさまでした。こんばんは。富山の住人さんは海鮮よりソウルフードなんですね。海鮮も美味しいんですけど、てか海鮮大好きです、私は。でもやっぱ海鮮はね最高なんですよはい、ソウルフードも最高なんです、どっちも好き。うん、どっちも好きです、ご飯最高。うん、ブラックラーメン食べますか？だって、全然最近食べてないなあ。なんかお話し会に、なんか富山に行きたいんでハルピョンの大学の卒業式に行っていいですかみたいな人が来たんですけど、本当にやめてくださいなんかここで釘刺しとかないと本当に。でもやめてって言ったので、もうあの来たら本当に普通に
トゥルトゥルトゥル案件なので、はい本当にやめてください。昨日お話し会ありがとう、幸せでした。ありがとう、嬉しい。なんかね、でもね、同じ名前の子が2人来てくれて、そうちょっとニックネームつけなきゃと思いつつ、そう2人初めて、そう昨日お話し会に、なんか本当に同じぐらいの年齢層の同じ名前の子が2人来てくれてそうなんですよ、びっくりしちゃった私も。うん、同じ子と思ったけど全然多分違う子だったから、違うよなと思いながらそうびっくりしちゃいました。そんなこと、同じ名前ってそのフルネームが一緒っていうことじゃなくて、そのなんていうの、ニックネームが一緒、設定できるニックネームあるじゃないですか、が全く同じ子が、全くじゃないけどなんか絵文字みたいなのある子とない子だったけど、いや私ニックネームつけてくださいって言われたことがあるんですけど、つけれなすぎて苦手なんです。だから無理です自分でつけてくださいやってみっちゃの年末スペシャル未公開版も TVer に来ました、ありがとう、ぜひ見てください、 TVer さんで。こんばんは、まるまるぴょんってつけてあげて無理すぎる、本当にできないの私、本当に人のニックネームとかつけれなくって無理なんですよね。そう、ゆきりんさん推しさんはまるまるりんが多すぎますじゃあもう全員まるまるぴょんになるよ、でも、うん、やばい、2月のお話し会でお願いしようって来ちゃった、あーどうしよう、待って、つけれないよどうしようね、なるちゃん。でもインフルってな、インフルって何ですかとか本当わかんない、なんかこの間もさミッサーがなった時も聞いた気がするけど、まあ皆さんもインフル気をつけなきゃですよね。うん、愛理ちゃんもコロナになって、でも愛理ちゃん昨日もなんかすごい、なんてもう疲れたみたいな、そうなんかあのすごい前日とかまですごいめっちゃ起きて、なんか勉強なのか知らないけどなんかやってたらしくって、なんか昨日めっちゃ遅くに寝たみたいな話を17期のことをしてて、そうそんな遅くに寝たのと思ってびっくりしちゃって、もうなんか夜とかじゃないみたいな、そうそうそう、もう朝みたいな時間に寝てて、いやそりゃ免疫落ちてるわと思って、だから皆さんも睡眠食欲だけは絶対に、そう元気でいてください、元気でいてください、はい、ほんとハルピョンはめっちゃ元気、えマジで元気、えインフルもコロナも熱出ますよね、元気ですはい、めっちゃ元気なんで安心してください、バカは風邪ひかないって言うじゃないですか、ありがとう熊高さん、ピンクだるまありがとうございます、めっちゃ元気なんで、18期候補生がいつもステージで笑顔を振りまくハルピョンを尊敬してるって誰ですか、それちょっと目開いたわ、誰ですか、ちょっと言っちゃおうかな
今やってますよね、ショールームオーディション、うん、振りまいてるまあ合ってるのか、振りまいて、はい、振りまいてます、振りまいてんのかな、まあただ笑顔になっちゃってるみたいな感じ。寝起きじゃないですよ待って、私今寝起きじゃない、めっちゃちゃんとずっと起きてたねえ、いつも眠そうなのはもうしょうがないそれはもうしょうがないこと、結構大事なことだからちょっと詳細詳しく教えてほしいんですけど、誰だろう、本当に名前教えて、でもいつも眠そうだからしょうがないよ私も永遠に眠そうなんですよね、正解、いつもより機嫌いいね、おいつもそんな悪いっけ田辺先生ありがとうございますって言ってる人がいらっしゃる、本当だ、あ、ロックオン来たって言って、あ、皆さん田辺先生といえばそうです、シュープレで今日今週発売、なんか発売のあの私も4コマ漫画48に出演させていただきました、え、情報来てないんですけどスタッフさん教えてくださいそう、まほちゃんとあのはるぴょんのぴょんぴょんで2人で、うさぎ年ということで出演させていただいていまして、はい、え、めっちゃ嬉しかったです、このお話を聞いた時、はい、でしかもちょっと田辺先生に言いたいんですけど、あの私がこの取材終わった次の日かその日になんか配信してた時になんかとあるお知らせがいくつかあってみたいな話してた時に、とあるって何ですかみたいなコメントされましたよね、知ってるのに言わないでください覚えてるか知らないけど知ってるのに言わないでください、すごく戸惑いましたあの時私これは言っていいのか言っちゃダメなのかどっちなんだと思って何も言えなかったです、戸惑ってしまいましたザッシュプレイボーイの4コマ見ました、え、嬉しい、ありがとう、見てくれていかがでしたか、詳しく詳しくどうぞ、そう、しかもいつ発売とか言われてなかったから今日昼配信してた時にみんながなんかシュープレ見たよ、4コマ漫画見たよみたいな言ってくれて知ったそう、ありがとう、教えてくれて、ありがとうございます、取材中はピョンの取り合いで修羅場でしたはい、私が勝ちましたけどはい、いやまあ私がピョンをいただきます、シュープレさんの漫画になんかいつ出してくれるんだろうと思っててそう、こんなに配信来てもらってるのにいつ出してもらえるんだろうってずっと思ってたので嬉しかったです、はい、出れて、尊敬しているって言ってた18期候補生は、あ、なるほど、なんか私なんかどこまで言っていいんだろうっていうのが分かんなくて、
尊敬してる子がここの子がこう言ってたよとかっていうのも、私がどんだけ発信していいのかとか、このメンバーの配信見ましたとか言っていいのかなとか分かんなくって、そうなんかやっぱ一応オーディションなわけじゃないですか、一応って言うとあれかもしれないけど、オーディションじゃないですか。だからなんかメンバーがなんかこのメンバーをすごいなんか応援してますって言っちゃうと、やっぱピョンズはじゃあ私が応援してますって言っちゃうとこう見に行くじゃんってなると、なんかそれはなんか違うのかなって思って、うん、自分たちのね、まあなんかオーディションをショールームでみたいな、ちょっとなんかわかんなくないみたいな感じなんですけど、でもまあそういう、例えばまあなんか他の女の配信見に行ってるのも意味わかんないんですけど、あやば急に怖い発言しちゃった。まあまあまあ、まあ、ハルピオの配信を見てればそれでいいはずなんですけど、おかしいなって感じなんですけど、まあでも本当にそうやって、もしも、まあ、たまたまね星集めをしに行った時にたまたまハルピオの話をしてて、たまたまそれを聞いちゃって、たまたまなんか聞いちゃったよみたいなあれだったらぜひこうコメントで教えてください、お願いします。急に怖い話もうネタですからね、これ本当になんか最初らへんから割とネタなので安心してください。え、全然意味わかんないこと言ってるママが、なんか急に意味わかんない LINE が来た、どういうこと。あ、その前から来てた、いっぱい。今ようやく通知受け取って、ハルピョンが配信してない時に見てましたネタなので、はい、そういう感じの見に行ったら本当にその推し星、あ、むずい、分かんなくなっちゃった、黙っとこ日本語分かんないと黙っちゃう。ちいかわの嫌いな理由も聞いてくださいだってママ別にいいよそんな、嫌いなんですって。私じゃないですからね、ちいかわ嫌いなの、ちいかわ嫌いなの私じゃない。今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。救えるのかしら。吉本から勧誘来たらどうしますか。 NSC 合ってる、 NSC。 私はちょっと笑いは取れない笑いは取れないなぁ本当に芸人さんってすごいなっていつもなんかこう共演させていただくたびに思ってて、そうなんかすごいなって本当なんか私たちのなんかたわいもないなんかコメントとかも拾ってくださったりとか、なんか面白くしてくださったりとかするじゃないですか。だから本当になんだろう、あ、 NSC は養成所、あ、へー、むずい、待って、わかんないや。養成所にいて、そっから吉本さんが引っ張り出すってこと、引っ張り出すなんていうの、あの取るってこと、この人好きですみたいな取るってこと。
この人欲しいですうちの事務所にってこと？NSC 卒業したら大体そのまま吉本。あ、卒業とかあるんだ。はい、むず。研究生みたいなもん。わ、一番わかりやすい。一番わかりやすかった。じゃあもうそういうことか。でも本当に、じゃあ私はその研究生すっ飛ばして吉本に入るってことは、だってスカウトってことはそういうことですよね。それはちょっとなんか NSC、 あ、でも NSC を経てない芸人さんもいれば、あ、そうなんだ。じゃあ別に行ってなくてもなんか周りの芸人さんからはあいつなんで行ってないんだよって顔はされない。結局そこ、そうなんですよね。うん、嫌じゃん。なんかやっぱ小さなさ、そういうなんかイラっていうのがやっぱ今後一緒に仕事していく上で嫌じゃないですか。ってなった時、ジム行ってきます。いってらっしゃい。2月12の時、何しようかずっと考えてます。何しようか考えてるの可愛すぎるんだけど、どうしよう。私のためにバレンタイン作っちゃう。あ、チョコレート食べれないんで、あの一番好きなお菓子はムーンライトです。あ、ポテチも好き。ポテチは幸せバター味が好きです。あとエアリアルっていうお菓子のチーズ味が大好きです。はい、あ、ワッフルも好きです、すごく。はい。好きなもの多すぎてる。ムーンライトは多分みんな見たことあると思う、名前知らないだけで。あの青い箱のパッケージのクッキー、ビスケット、いや、クッキー、あれはクッキーかな。マイクの投票今日までです。マイク投票、ドラウェグマイク投票してください。よろしくお願いします。マイク待ってます。あの皆さんの力のおかげでハルピョンが強くなれるので、よろしくお願いします。ポテチは薄塩派。あららら、らお返しはジョジョ園。え、やだ。いやです。ハルピョンと一緒に行く件ならいいよ。ハルピョンと一緒に行ってお支払いはもちろん皆さんでっていう件ならいいですよ、お返し。それでいいなら全然どれだけでも、お返しジョジョ園で。はい。でも私ジョジョ園よりミート矢沢のハンバーグの方が好きなんですよね。ミート矢沢のハンバーグでいいですか。すいません。お願いします。マイクの投票チアレターとは違うんですか。多分マイクをチアレターにするんじゃないの。え、わかんない、私もあんま、なんかそこら辺むずい。どうするんだろうね。
どうしたらいいんだろう。てかママからの LINE がすごい、なんか8分後ぐらいに連絡通知が来るんだけど、なんで今日どうした？叙々苑よりスタミナ太郎が好きなら爆上げ。え、スタミナ太郎行ったことなくて私。え、ないよね。ないないと思います。高校の別の部活の打ち上げはスタミナ太郎でしたどうでもいい情報。私の打ち上げとかじゃない、超どうでもいい情報。別の、私が通ってた高校の別の部活の大会の打ち上げがスタミナ太郎でしたマジでどうでもいい情報を流す。スタミナ太郎よりしゃぶ葉がいい。わかる、しゃぶ葉大好き。しゃぶ葉のワッフルめっちゃ美味しい。もうワッフル、あのワッフルが食べたいあのワッフルが食べたいです。私はあの生地の作り方教えてほしいな、でもこの間丸亀に行ったんですけど、丸亀のなんだっけ、とろろトッピング、温玉とろろうどんみたいな、わかりますわかんないけど、なんかそういうやつがあって、そういうやつをトッピングしたのか、忘れちゃったんですけど、それが美味しかったです。はい、丸亀最高。うどん好きなんですよね。てか麺類基本全部好き。そうめんはでも一時期めっちゃそうめん嫌いで、そう、でもなんでそうめんが嫌いだったかっていうと、あの毎日そうめんだったから嫌いだったんですよそう、なんか夏場は毎日本当にそうめんだったんです。で嫌いになっちゃって、その時でももう好きです。全然好きっていうか、もう全然嫌いじゃない、普通好き。なんかいつもそうめんだったでも橋の時は基本的に日曜日はチャーハンかオムライス、はい、なので、でもチャーハンもオムライスも好きですなんでだから毎日そうめんだったらダメなんだろうな、毎日だと。そう、やっぱ週、隔週とかなんですよ、チャーハンとオムライスが。そういうのはいいんですけど、多分、1週間楽しみってなるんですけど、なんか毎日そうめんだったのはちょっと辛かった作れないやつが何を言うとるって感じなんですけど、はい、すいませんごめんなさい。作ってもらえるだけありがたいと思います、これからも待って、目の中にまつげ入った気がしてたけどしなかった。え、最近まつげ美容液をめっちゃ塗るように心がけるようになってて、そう、そしたらめっちゃまつげが強くなりました。はい、なんか頑丈になった。嬉しい、抜けなかった今。ありがとうございますこれは
お話し会の時に昨日もらったリンゴジュース、最初まつげ美容液で荒れたりしなかった。私多分肌強くて基本弱くなくって、そうだから多分ねあんまあれなんですよね。マイクとチアレターハルピョンに投げました、ありがとう。なっちゃんさんありがとうございます。ぜひ皆さんもよろしくお願いします。ドライグみんなが協力できるのは今日までなので、そう明日か、ん18ん20日とかからはもう9人なんか精鋭たちしかそう協力できなくなっちゃうんで、もう9今日まではえだよね、え待って20日からもさ、そのみんながなんかもらえるのかな、みんなからどうなんだろう。ちょっとなんかシーズン2フェーズ2の話の詳細が何も来てないからわかんないんだけど、でも、うん、本当なんか全然弱いんです自分みたいな人もいると思うんですけど、あの全然強くなくっても、あのチアレターは投げられない、ガチャは2月10日まで引ける、メンバーはマイク、あマイク欲しいです、今日でふ、あチアレターは送れます。だってじゃあ皆さんあの9人に入ってなくてもチアレターよろしくお願いします。はい、チアレターはもう毎日無料で送ることができたりとか、無料でマイクのガチャ引けてチアレターは無料で送ることができるのでよろしくお願いします。皆さんのチアレターのあれで私のドラゴンがなんかつよつよになるので、そしたらつよつよつよみたいな感じなのでよろしくお願いします。で9人に入ってくださった方はもうできるだけ総合力上げてもらって、あの少しでもねなんか頑張りましょうみたいな感じ。アメちゃんとポイントはあれ20日までに交換すればいいみたいな話書いてあったから20日までに交換しようと思って、お願いします。そうなんか755で昨日アメちゃんとポイントはどこに交換したらいいですかみたいな聞いたと思うんですけど、それもあのみんなからもらった質問をもとに20日までに交換しようと思っているので、ギルド入りは夢のまた夢だけど、貯めたジェムをマイクにするかどうか迷います。あの確実にギルドに入れそうじゃないなみたいな方はぜひマイクにしてもらって、ハロピョンにあのなんかチアレターなりエールなり何か送っていただけると、あの皆さんのそのジェムが無駄にならないので、難しいですよね、わかります。私も何したらいいかわかんないもん。まずフェーズ2はねまだ何も後日発表としか書いてない。ランキングチケット獲得だからこれですよね、だからみんな総合力をとりあえず上げてくださいとしか私は言えない。うん。今ここに上位9人に入ってくださってる方は特に。マイクはページ上部からメンバー確認。ドラエグテレビ CM 出場出演権争奪バトルのタグからあの好きなメンバーのだからチーム B ってとこを押してもらって、ハルピョンのランキングってところを押してもらって交換所ってとこを押していただけると私のところに送れるかなと思います。あの交換チアレターに交換ランキングチケット、え、むず、待って
ランキングチケットに交換できます。チアレターはフェーズ1での専用交換所で AKB マイクを獲得した時に入手することができます。チアレターは直接付与されます。チアレターを好きなメンバーに送ることで、あ、1月17日以降個人ランキングが終わってしまっても2月10日まで AKB マイク交換所で推しメンのランキングチケットを交換することでチアレターを受け取ることができるので、最後まで応援しましょうって書いてある。だからもう残念脱落って、9位以内に入れなかったよってなってもチアレターは送れるらしいです。お願いします。とにかくなんかもう本当に頑張る。私も何やったらいいか分かんないんだけどね。でもとりあえず私ができるのはみんなからもらったやつをチアレターを交換してガチャ引いてなんか強くすることらしいので強くしたいと思います。頑張るね。このあと多分インスタ更新1個します。ちょっとまだ昨日の話し会のやつは更新できてないんですけど、また今後したいと思いますのでお願いします。 TikTok もそろそろ更新しなきゃ。なんか溜まって、ん、違う、撮って溜まって満足しちゃってるので、撮って載せるっていうことをしていこうと思います。これからは、撮るだけで満足しちゃってる橋本さん、すいません。あ、やばい、眠たくなってきちゃった。イベントが終わったらハルピオンがどこまで強くなったのか知りたい。あ、全然教えます。全然教える。でもチャケやばい、なんかチャケの持ってるモンスターなんか解放100みたいな潜在解放プラス100みたいな、いや、え、みたいな、どんだけ強いのみたいなすごすぎ、え、なんかやってるぐらいすごくて、本当にチャケめっちゃ強いです。ドライブで少しでもハルピョンの力になりたい。ありがとうございます、頑張ります。頑張ろう。そういえばあやなんさんの切り抜き、あ、やばい、切り抜きの話読んじゃった推奨してないんで読まないです。でも寝れる。ちょっと切り抜き推奨してないんで、お口チャックで。ちょっとだけ18期をチラ見してきました。なんで発表配信やってたよ今ずっと。あれ、発表配信止めた時間一回もなかった。あれ、なかったよ。おかしい、なんで行っちゃったの。
端末あります。でも二端末ってことはさあ、一瞬でもハルピョン以外のものに脳みそ半分取られたじゃないですか。あ、泣いちゃう、無理ピエン、わあ。泣いちゃう泣いちゃう。おもめ女子。表現がすごい。そんなすごくないよ表現。普通なんかやばいこと言ってるだけだよ。やばいこと言ってるって自覚はあるんで大丈夫です。こんばんは。今現在の大竹さんなら余裕で、あ、なんか鮭あれらしい、なんかアリーナわかんないけどなんか変えてんだって。だから私も変えてます。そうそうそう、ドライグだよねきっと。うん、変えてるらしいです。うん、やばい、頭の中ハビット流れてる。俺たちだって動物。なんで変えてるのか、他の人にどれくらいの強さかを悟られないため。みんな総合力どれくらいの、でもやっぱチャキが強そうでしかない。一番すごそう。うん、ハータンも強いみたいな話は聞きました。あ、眠たくなります。眠たくなります。報告ありがとうって感じですよね。すいません。まさひろさんハートありがとうございます。あと何回しずく公園入れるかな、だってね、あと何回しずくやるんだろう。でも20日は出ないから別のお仕事があって出れなくて、だからうん、もう一回それで少なくなっちゃったじゃん。うさぎコスプレ良かった、だってありがとう。
ありがとうございます。でもまだインスタとかねどこにも載せてないからどんなのだったんだろうって知らない人も多そう。知ってくれてる人は昨日はいあのお話しに来てくれた人ありがとう。今日23から29のスケジュール出たけど雫なかった。25が B 公演だね。はるぴょんはいるかいないかまだ言えないだがいるかいないかどっちでしょう。最近公園全然座れません。なんかでも公園全然座れませんって言ってたピョンズが最近座ってるんですよね。だから多分座れないって言ったら座れるようになると思いますはい頑張れ。今日この後やることはちょっとメモっとかないと忘れちゃうのでメモしますね。TikTok ピョンムービー、あと何言ったっけ。インスタ、この3つ TikTok は本投稿の方ね。間違えた、本登壇になっちゃった間違えちゃった。投稿の項ってどんな字だ。いけてる？なんか時差がすごくってみんなに出てほしくって、投稿みんなが思う投稿を打ってください文字にはい、あそれです。乃木編か、まずで普通に高いか、間違えちゃった登壇って書いちゃったどこに登壇するんだろう間違えちゃいました。投稿漢字覚えた。これかな3つ TikTok ピョムービーインスタ、今日はこれを更新します。でチアレターも、あとチアレターエールか、エールをあと35人ぐらいとフォロワーさんに送る。よし、ドライブやること書いた、バッチシ。あ、ツイッターで48の告知しますね。田辺先生のツイートを引用リツイートします。
はい。投稿します。今日広瀬すずちゃんに見えます。昨日バナナマンさんに見えました。あれあれ性別変わっちゃった。広瀬すずさんはもう可愛すぎるので。いや、バナナマンさんも可愛すぎますよ性別変わっちゃったよ私。あ、みずみんが配信始めてる。何好き。推しです。かわいい。今日もなんか昨日みずみんとレーンというかお話し会の席が隣だったんですよ。なんかみずみんとおだえりと隣だったんですけど、すごいおだえりのところはすごい静かに喋ってるのね。そうでもみずみんはもうすごくって、ねえみたいな、他のとこ行かないでみたいな、もう可愛くって隣で、あ、そうやって言われたいからみずみんの剣取ろうって思った。今そこのあなた、ハルピョンが寂しがりますそう、可愛いなって思いました、うん、めっちゃ可愛いなって思って。そうそうそう、でもレミタンもね、でもレミタンはレミタンも面白かった、可愛いって思った。そう、なんか、あ、そういうこと言うんだみたいな、そう意外って思いましたね。で今レミタンのところに行こうとした皆さん、しょん、みずみんは同郷だから、そっか、北海道か。北海道行きたいな、今は嫌だけど、冬寒いから。うん。そんなこと言われたら気になります。あ、行っちゃうの？行っちゃうの？それこそお昼に言ってた一人旅そうですね、一人旅、夏にじゃあ北海道でもさ、夏に北海道行ったところでさ、北海道感味わえなさそうじゃない？うん、でもだからといって冬にさ行くのもさ寒いじゃん。ハルピョンは一人旅したいんです。いや、一人旅をしたいわけじゃなくって、いろんなところに行きたいんですけど行く人がいないので結局一人旅になりそうだねっていう話です。はいなんかすいません、うん、そうなんですよね。うん、悲しい現実を。一緒に行く？だって行っちゃう？ハルピョン、それで
アイドルやめなきゃいけないとかならないですか？ファンの人とつながりがうんちゃらかんちゃらでとかにならないですか？そうないですか？大丈夫ですか？みずみんと行きます。北海道は連れてってもらう。うん、みずみん推しの実家に泊まりますわ。推しのお家に泊まっちゃいますわ。キャハ。今旭川はどうって提案来た。なぎちゃん、なぎちゃん動物園案内してください。ごめんなぎちゃん。イベントで行ったことはないですね、北海道は。私が一番行ったことある北、岩手かな。一番行ったことある北は北海道、青森はないから多分岩手です。うん、岩手はそうツアーだね。ツアーで行きました。うん、山形もあります。山形もツアーで行きました。はい。そう、東北は意外と行ったことあってたくさん。うん、いっぱいあるんですよね。逆に南の方なくって、だから行きたいなって思ってます。秋田もツアーです。はい、行きました。一番南、あ、でも沖縄に一応総選挙の時に行ったことがあって、でもなんか全然、すごい雨だったし、仕事だし、みんなで一緒にだったし、なんかもうなんかいろんなとこ行くとかできなかったから、なんか沖縄行ったのかなあれみたいな。そうそうそうっていう感じ。沖縄行ったっけみたいな、あれみたいな。そうなんですよね、全然行った記憶あんまない。熊本もそうです、行きましたね。ツアーでこの間5月、去年一昨年とかの5月に行きました。ピョンズはエイトのおかげで日本全国行かせて、違う。エイトが、エイトのファンの方がエイトのおかげだよ。別にピョンズだけじゃない。エイトのファンの方がエイトのおかげで日本全国いろんなところに行ってるだけで、別にピョンズだけじゃないです。はい。北関東、栃木は行きましたね、ツアーで。ツアーばっかり。群馬？なんか北陸新幹線で通ってるので別に、なんだろうって感じ。新潟は北関東になるんですか？違うか。でも行きました、あのイベントで行ったし。この話するの絶対まだですよね、今4月じゃないよ。みんな絶対この話4月もするよ。うん、4月30日が近くなってきた。なんかエイトではいろんなところ、いろんなところにイベントで行かせていただいて、ツアーでもいろんなところに行って、なんかここも行ったし、あこも行ったし、あここ行ってないんですね、絶対この話するから。また3ヶ月後同じ話するから待ってて、その時まで。うん、自分で言い話したのにね、うん、
自分で話し出したのにね、ごめん。また画質悪くなってきたっぽいな。ということで、ちょっと眠さが増してきたので、今日いろいろやらなきゃいけないこともあるし、そろそろ配信終わっちゃいますよ。いっぱいだ、全部の SNS 今日動かすらしい。 TikTok、ピョンムービー、インスタ、ドライブ、ツイッター、今日はドボンはなし。よし、ちょうどランキング変わったんでランキング読みます。今それ待ってた。今日なんか大人っぽく見える、いつもより。やった、元気ないですか。あ、多分眠いだけです、ごめんなさい。すいません、ただ眠いだけだと思います、ごめん、本当にすいません、ごめんなさい。初見の人にこんなこと言うの失礼だと思うんですけど、本当にすいません、眠いだけです。います。1位ラボーナさん、ありがとうございます。2位哲也さん、ありがとうございます。3位ツッチーさん、ありがとうございます。4位カズさん、ありがとうございます。5位マックミックさん、ありがとうございます。6位スミちゃんと、3つが変わるってそういうことだったのね、どういうことだ、ありがとうございます。7位歌舞伎さん、ありがとうございます。8位ズーデスさん、ありがとうございます。9位まさひろかっこ ST48 石田千穂ちゃん推しさん、ありがとうございます。10位ともゆきさん、ありがとうございます。11位なるせさん、ありがとうございます。12位あきさん、ありがとうございます。13位特上カルビさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はトラック野郎あとゴリさんです、ありがとうございます。ということで、はい、自然体、あ、自然体でございます、いつも。いつも自然体でやらせていただいてます。あんたの部屋は綺麗ってきた。急に。私の部屋は、あの、今日はちょっとキャリーをオープンザドアして、ちょっとあれかもしれないです、すいません。すいません、明日片付けます。綺麗にしてはいるつもりです。うん、はい、黒木配信今日はないです。本日なし。そう、なんかもう眠いから爆睡するわ今
毎日してるんだけど爆睡させていただきます、はい。明日も今日みたいな感じかな、配信としては。お昼と夜2回やろうかなって思ってます。なんか明日面白そうなのとかって入りましたっけ、テレビ。みんなで見れそうな、みんなで見れそうな、面白そうなの。家康は無理、わかんない。あ、明日からだ。星降る夜に吉高さんのドラマが始まります。めっちゃ楽しみ。吉高さんが大好きなのでぜひ皆さん見てください。はい、ということで今日も皆さんありがとうございました。また明日の配信は明日見てくださいそりゃそうだということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビット、あ、すごい白飛びジャンプで9455人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。皆さんありがとうございました。それではまた、また後で、後でじゃないや、明日会いましょう。あの SNS いろいろチェックしてください、投稿します。それではまたね、おやすみなさい、バイバーイ、ありがとう。